うもシンガーソングライターの相馬です。さて今回ねマイク買ったんですよ。レコーディング用のやつです。これは簡単に言えばとりあえず手元にマイク3つあるんで音比べたいっていう動画なんですけど、前置きはいらんよね。行きましょう。はい、ということでこの3種類のマイクを使って、今回は音質の比較をしていきたいと思います。まあ一つの比較の基準としてね、金額の方なんですけども、一番左のこちらがだいたい1000円ぐらいで、真ん中が7500円、で一番右側が1万700円と思っていただければ、まあ、言うたら一番左のは本当に安く売られてたって感じで中古品で買いました。で真ん中は、これそうですね、 Amazon で買いましたね。なぜ Amazon で買ったのか当時の僕に聞いてください。で一番右はね、1万700円でサウンドハウスで売られてました。これぐらいの値段です。それじゃあ一つ一つ紹介していきましょう。これあれやな、安定製品買って SD カード敷いてんのバレたらめちゃくちゃダサいな。これエントリーナンバー1、こちらアバンテックさんの MP9 というコンデンサーマイクですね。大体1000円台ぐらいで中古で買ったんです。すごい、本当もう何もわからない時にお試しで、とりあえずマイクがないからこのコンデンサーマイクも試しに使おうということで、ほんまのお試しに買ったやつでした。続いてエントリーナンバー2番、スーパーラックスさんのプロ H7FMK2 という骸骨マイクですね。こちらは全然コンデンサーマイクとかじゃなくて、ほんとスタジオとか、ライブの際に使うやつなんですけども、当方こちらライブなんてものは僕本当にもう年単位でやってませんので、使う機会がないままコロナ禍直前に買って、結局本当そうですね、家でその宅録の際に使ってました。コンデンサーマイクとかではないんですけども、自分が持ってる中で偶然一番いいマイクやったと思ったんで、こちらでずっと録音していました。はい、そして今回の目玉エントリーナンバー3、 MXL さんの V67、 えぐい読み方したな俺今、 V67G ということで、自分が宅録する際のコンデンサーマイクが欲しいということで、割とリーズナブルなものを選ばさせていただきました。というわけで今回はね、このマイクの性能を、3種類これチェック比較するために、2曲ほど作っています。まあ、ほぼ1曲なんですけども、クリーンなギターサウンドプラス、歪んでいるギタードライブサウンドですねの曲を、2曲作って、同じ歌詞を、同じメロディーで吹き込んでいます。さあその場合はね、どういった音質の変化が見られるのかというのをね、うわ YouTuber らしい、へー、いきます。じゃあレッツゴー。誰やねんお前は、はよとっとと自己紹介しろや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 。はい、というわけで非常に分かりやすい結果になったんじゃないでしょうか。まあその一つ目の1000円台のアバンテック君はね、まあ、コンデンサーマイクでありながらも、まあ、値段が値段なんで結構まあいろいろ埋もれがちになるかなとかはっきり聞こえない部分が多かったんですけど、まあ、それに代わって2番目の骸骨マイク君使ってました。
にしてもそれでもね、やっぱスタジオとかで使うマイクなんで、3番目のこの今回ってる彼ね、このしっかりしたコンデンサーマイクを使うってことで非常に隅々まで自分の声、まあ、そうですね、拾える音が非常に多かったですね。これ使ってよかったと思います。これからも使っていきます。チャンネル登録は任せます。高評価かどうかも任せます。コメントしてくれたら嬉しいです。よかったらミュージックビデオとかあるから聞いてってね。というわけでこちらで以上です。次回お会いしましょう。ありがとうございました。